ピクセルクロス牧場物語やっていきましょう。急に寂しくなったな。終わりが見えてきたんで一気にやっちゃおうっていう戦法です。あと 3,4 パートぐらい。でもここは 15×15 だからなるべく駆け抜けていきたいところだが、どうそうもいかない可能性はある。1,2,3,4,5,6 イエー、まあ、ちょっと昨日の今日なんで、喋ることってそんなにないんですけど、まあちょっと一個だけ思い出した話があったんで、まあそれを言っていこうかなぐらい。でも55はこことここですね。すげえ、ああいいな、454。ちょっとまだ頭を働かせるため少々お時間をください。なんかやることが目白押しで、ちょっと明日ねようやく休みで。ちょっとそれをどうしようかなって今思ってるところです。何から手をつけていけばいいのかって。なんか休みの日になんかいろんなの本当に詰め込みすぎだよな。詰め込みすぎというか、休みの日しかやれるタイミングがどうしてもないから。1,2,3,4,5,2,4,1,1,2,9。2,3,1,3かな、さすがに。これが2、これが1。ああ、そう、15×15のいいところはさ、重くならないというか。スムーズに動かせるところかな。なんかね、見るところが多いとさ、見るところが多いっていうか、この何か表示されてるものが多いと結構飛び飛びになっちゃうから。OK。よいしょ。4分ジャスト。いいね。家も終わるのか。ほら、いろんなものが終わり始めますね。
買い物行きたいのと床屋行きたいのとかな、とりあえずそれぐらい、まずは最低限それぐらいやりたいんだよね。まだやりましたから大丈夫。びっくりした。なんで4つ入ってたんだろうな。調子乗ったんだろうな。バスとあれを間違えたんだ。久しぶりにさ、某フリマサイトでさ、まあ、トラブルまではいかないけど、なんぞ、あ、でも初めてのパターンだな、自分の中では。もう間違ってるのを見つけてしまったんだけど、なんでこんなにすぐ間違えるんだ。俺、何がいけない？なんか余分に押してんだろうな。いいでしょ。ちょっと違う方面から攻めて。ちょっと待ってが思いやられる。ここか、ここ適当にさっきやってたよね、多分ね。決めつけで埋めてた気がするな。じゃあそういうことで、ね、なんかさ、まあいろいろ歴が長いから、なんかいろんなことがあったりもしたんですけど、まあ、なかなか自分の経験ではあんまりないこと、初経験なんだよね。まあ、受け取る気がなさそうみたいな感じ。発送すごく早くして、すぐ返信来て、で、なんか全然気にしなかったんだけど、もう何、どれぐらい経つ？ 10 日以上は絶対経ってるんだよね。で、これ受け取る気ある？っていうところ、今。おー、庭通り、茶色。結構時間かかってしまったぜ。まあ、あんまり、まあ、別にすぐ受け取り評価をしなくてもいいんだけど、待って、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、慎重に行こう。OK。で、1、3、1、2、2、3、4。1、2、2。あー、ぶぶぶぶ。なんかさ、まあ気にしてなくて、まあ結構初めはね全然気にしてなくて、まあ全然分かんなかったんだよね、その受け取ってないっていうことを知らなくて。で、で、なんだっけ、通知が来たんだよな、その相手に取引、なんだっけ、取引の進展をの連絡をしましたみたいな、取引のあれが進んでないので、まあ、確認してくださいみたいなやつをさ送られてきてさ、俺それいつもさ思うんだけどさ、そもそも届いてない時にもそれ平気で来るのよ。俺受け手の時もさ結構それあって、普通郵便とかってさやっぱ時間かかるじゃないですか。で発送されて、まあ届くまで結構かかるの。でその時にさ、取引を完了させてくださいっていう連絡が来るんだけどさ、届いてねえものは完了できねえんだボケと思いながらもさ、いつもさ思ってるんだけどさ、まあ多分あれは自動で、ね、自動で来るようなやつなんだろうけど、まあそれが来て、あれそうだったっけ、なんかあった、むしろ忘れてて、あれなんかあったっけみたいな。で確認したら結構経って、その、え、何日、まあ何日でそのあれが一個忘れちゃったけど、まあ行ってなくて、そこで初めて気づいてさ。で、まあ、え、またずれてない？2、3、2。おいちょっと待って、無視しよう、調子悪いな。ここか、さては。あ、違うな、まだまだあるな。やばい、調子、今日調子えぐいな、悪すぎるぞ。一回でクリアできた試しがないじゃんね。これ多分直せないな。ひえー。過去一やり直ししてる気がする。惜しいな。これは完全に自分のせいだから。待ってくれ。どこを間違えていたんだ。くそ、せっかく 15×15 で進みやすいねとかって言ってたのに変わんねえ。1、1、1、2、2、1。この辺はもうさっきもそんな感じだったよね。
怪しい匂いがしたかどうね。1×1×1×1×1。じゃあ今ね、合ってたね。OK、合ってますね。ここまで合ってますね。大丈夫そうかな。よかった。オッケー、大丈夫。これは無理だな。ハサミか、毛刈りハサミ。道具が終わった。3分33秒。シャッキーン。18分で。3つ、1個6分か。まあまあいいでしょ。それでさ、気づいて12、13のところまでで、3、4、5、6、7、8、9で、こっちは10まで、それでも受け取ってくれるんだったら別に遅くなってもいいやとかって思ってて、待って、喋る暇がね。なんか思い出しながらさ、ちょっと今喋ろうとしてるからさ、素直に出てこない。
頭働いてねえな、いつも以上に。整理するか。で、そうそう、それでなんだっけ、しばらく不在ステータス、ステータスでさ見れるんですよ、その相手が今どういう状況なんかで。まあ不在持ち帰りってなってて、で、ああ、あれに、あのホスト投函、ホスト投函だったんだけど、あ、入んなかったんだなと思って、地図が。もう俺もあるからよく、その、うちのポストさ、あの、ドア、ポストって、なんだろうな、ドアに差し込む系なんですよ。だから、ある程度厚みがあって、しかもね、後ろがね、なんて言うんだろう、受け？ドアに差し込んで、下にストンと落ちるタイプだから、奥行きがそんなないんですよ、差し込み口が。だから結構箱で来ると入らないことが起きて、で不在票がよく入ってるんですけど、まあそういうあれなのかなとかって思ってて、あれ間違ってる、まあまあそういうこともあるだろうと思って、まあ特に気にはしてなかったんですけど、でそれでしばらく経ってもね、ずっとね、あれがそのなんだっけ、再配達受付になると再配達受付っていう記録がまた出るんですよ。でそれが全然出なくて、え、これ大丈夫かってちょっと思い始めて、ただもう少しするとその事務局の方で強制収容させる、してくれるっていうあれもあるっていうから、まあとりあえずもうちょっと様子見かと思いながら様子見をしてて、でそれで、でどっそれでちょっと何日かまた待ってたら、ようやくその再配達依頼っていうのがステータスに現れたんですよ。で、あ、よ、あ、よかったよかった、ちゃんと行ったわと思って、で、でそれもまた全然進まなくて、依頼はしてあるんだけど何日も経ってもそっから先に進まなくて、でまあ連休だったから、じゃあ連休の兼ね合いである、あれかなと思って、まあ連休中は無理なパターンかなとかって思ってて、まあしょうがねえ、連休終わるまで待とうと思って待ってたんですよ。でそしたらステータスが不在持ち帰りになってて、おい再配達依頼したんじゃねえのか、やっぱりそのあれはダメだったんだねっていう、連休中は受け取れなかったから、じゃあ平日にして受け取るしようっていうあれは見えたんですけど、結局また不在になってて、え、これもしかして受け取る気一切ないやつなんではってまた思いまして、1月1日3、なかなかないね、とりあえずここが1ってことではないので、ここがバツでしょ、もう絶対これ、そしたら1と3が入るってことか。そうだね。1322。1、2、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 
で、あ、もうこれ受け取る気ないからもう強制終了だなって思ったら、またあの変わって、それであれか、じゃあもう一回なんかちゃんと詳細で見れるステータスがあるから、
どういう経緯でっていうのが全部追跡だからさ、見てて、ちょっとあれだね、実はあんまり入らなくてちょっと焦ってる。で見たら、なんだっけ、3回ぐらい再配達依頼してたんですよ。で3回とも不在になってるの、絶対これ受け取る気ないじゃんと思って。不在もすごい長かったんだよね。1,2,3,4,5,6、そしたらこれはもうこうなんじゃない。1,3,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,190,191,192,193,194,195,196,177,178,179,190,191,192,193,174,175,176,167,178,179,190,191,192,
っていうのをちょうど確認して、うわもうダメだこれ絶対受け取る気ないやと思って、もうこれはあれだな強制終了案件だなって思って、さっき見たらなんだっけな、また変わってたんですよ。で取りに行くになったのかな、再配達じゃなくてなんか保管期限延長みたいな、手続き完了しましたみたいなのが出てて、で見るとその郵便局の窓口に取りに行きますみたいなあれだったから、今ちょっと様子見中。これで2日って、12、これが入らないってこと、3、1、2、3、4、5、6、なんか全然入らなくて困っているけど、様子見して、あの強制終了案件なのかどうかっていうのをもうちょっとだけ粘ります。何日経った？2週間までは多分行ってない気がする。これが3、あれだね、入らないところを決めていくパターンのやつですね。もうちょっとだけ頑張る、まあ、別にいいんだけどさ。まあ2ではないね。でもうここが2、そんなことがありましたよ、このたった1日の間に。前回あの昨日撮ってたので、でそう、それでなんかないかなと思ったら、ちょうどあ1個話せそうなのあったわと思って、でも考えながらだから全然ダメだったな。どんだけ話中断したんだろうっていうぐらい言葉が出てこなかった。なんかまだもう一個ぐらいあった気がするな、なんか1、2、1、1、2、もうこれ10分ぐらいかかっちゃうね、これね。あとなんだっけな、なんかもう一個ぐらいあったんだよな。オッケー。
まあいっか。じゃああとちょっと進めよう。思い出したらまた明日とかにやりましょう。よし、じゃあちょっとこっからは攻略モードに。で、ここも同じ。先にこっち側から。なんか休みまではすごい長かったな。普通に4日しか働いてないんだけど、すげえ長く感じた、今週は特に。でも、募金の時でもさ、やたらと短く感じる時もあるからさ、まあ、そういうその時の忙しさとか、そういうのがあるんだろうけど。少しずつじわじわと削っていくタイプ。こういうのがすごく好き。絶対動物だ。あ、でも対象だからやりやすくていいね。猫なのか、それ以外の何かなのか。OK! 君は誰だい？猫かい？アメリカンショートヘア。猫っていうくくりじゃなかった。品種だった。行くぜ。あ、そろそろなんか、あれ、うわ、1号に1号つながってるからよか。はい、入らないね。めんどくさいね。三三とかつながる飛び石がね、こうやって続くと大変だね。
が5じゃないから1ですよってことだね。で、ここ空いた。1バス、1、2、1、6、1、1、3、4、で、2、3、4。おう。どこ見に行くのがいいかな。2、3、4のがまだ分かるかな。これが一番遠いんだけど、それでもいいのかな。でも2の可能性もあるよね。これが2だった場合、1、2、3、1、2、3、4、ここまで入るんでしょ。だったら1151かな。多いので1、1、バス、1、2、3、4、5。あー消えたってことはここ見ないといけないから、1、2、3、4、5かな。2で×1、2、3×1、2、3、4。まあそうだよな、4個入るでしょ。2だった場合、5××で、次が3、1、2、3で、1、2×1、2、3×1、1、3×1、2、3。これがちょっと合ってるか怪しいんだよな。ここのね、まだこういうタイプがさ、分かってない感じがすごくある。うわ、結局たどり着く、結局ここが進まないんだな。マジか、なんか他にあるかな。入らないところがある。あ、ここがバスか。1、2でしょ。1、2、バスで、ここスタート2だった場合もバスで、1、バス、1、2、バス、1で、3はここにしか入らないけど、あ、ちょっとでも進展あったんじゃない。クリアできればいいんだ。進展があってもさ、進むかどうかは分かんないよね。あの、合ってるかどうか。3、2、1。1、2、3、4、5。声に出して言おう。1ではなくて2でもないから、これが3、2。できそうなところから取っていく。あ、思い出した。ポイ活の話しようと思ったんだ。急に出てきたね。なんでだろうね。これが1
2と1ってことはないから、これが4。またちょっとやりだして、でさ、そのいつも見るときにおすすめみたいなのを見て、まあ、今回もそれ見てこれがおすすめですよっていうのをやってみたんですよ。で一応そのクリアはクリアっていうのかな、目標は達成して、まあ結構まとまったポイントが、まあ、入ってきたんですけど、ちょっとやらかしちゃったなっていうのはすごくあって、なんかね、今までやってたのは、まあ、自分しかいないっていうか、自分だけがそのとりあえずやり込んでればどうにかなるっていうやつだったので、今回のやつはなんかちゃんと調べなかったの、ちゃんと結構、まあ、調べたんだけどね、その期間的なものとかさ、やりやすさとかさ、そういうのもまあ一応調べたつもりではいたんだけど、結構甘く考えてっちゃってて、っていうのもなんかすぐ終わりますみたいな、どの攻略サイトも、あの攻略サイトもさ、結局定期そのね、ポイントサイトと提携してる人たちだからさ、っていうところも多分あったんだろうけど、でその人たちが、まあ、何個か一人じゃなくてさ、いろいろ見てさ、クリ、あ、最終も終わった、7分48、結構かったね。 OK、 ゼンマイ、ことごとくこれはすごく簡単なんでおすすめですとしか書いてなかったからやったのよ。で要は陣地取りゲームのやつで、でその陣地をどこまで取れるか、時間内にどこまで取れるかっていうやつだったんですね。なんかすぐ終わりますって書いてあったから、ああそうなんだと思って、こんだけみんな言ってるから、まあそうなんだろうなとかって思ってたら、まあ、そんなことはなくて、周りの人たちにめちゃくちゃ左右されるゲームだった。これどうすればいいんだ、123×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 
で、これも1、2、3、1×1×1×あ、違う、3113だもんな。3113はまた違うから、ここで同じことをやる。1、2、3、1、2、3、はい、で3113はまた違うから3、1、1、1、3、ここが1、2、3番目、3番目で、ここが末になります。ほいほい。で、これが一応1で確定した。3てかこうなる、なるで、その陣地取りゲームだから周りに人がいなければすぐ終わる、いたらちょっと大変みたいな。ちょっと大変じゃないかな、あの陣地が取れなくなるから進まない。それはね、ああやっちゃったなって思った。これ無理だなって。なんか初めはね、結構あのスタートは結構良かったよ。なんか本当に初めのスタートダッシュが肝心で、スタートで差をつけろみたいな感じの書かれ方をしたんですよ。で、2日休み、仕事が2日休みの日があったから、その時に始めて1、2、3、4、5、6、7、8、9、1、2、3、4、5、6、7、8、9、スタートはまあ だいぶいい感じに切れて、で、ある程度してから周りにすごい人が増え始めたんですよ。そんなところにお前出てくるのかよみたいなさ。があってさ、
中盤が全然進まない。で困ってたらさ、まあ、攻めてくる人も出てさ、そうするとなんかもう結局周りが攻めてくると1,2,3,4,5,6,7,8,9 もうカオスですみたいなさ感じでさ、まあ、で結局周りもみんなやることなくなっちゃってるから、もう結構危険を冒して攻めてくるんですよ。でなるべく、まあ、そうならないようになんとなくみんな空気の読み合いをしてて、なるべく喧嘩を売ってないですよっていうのをみんなやってるのよ。でその中でしびれを切らして、もう隣り合ったところ、なるべく触らないようにしたところに侵略していく人が出始めて、でその中でなんかもう見境なしに周りを襲い始める人が出てきて、で初めはね、まあ自分のとこ来てなかったから、ああまあそうだよね、そういう人も出始めるよねとかって思ってたら、まあ、自分のところに来て、でちょっと戦いになったのよ。こう2111に行ってとこだったか、3だな、3と1が入らなきゃいけないから、これ多分、ね、全部入るんじゃない、ね、ここがね、これ入るね、で、うわーダリーこいつこっち来やがったとかってさ思っててさ、でどうするか、もうこうなったら徹底抗戦だと思って、いいよ道連れだ、貴様も道連れだと思いながらさやってたらさ、割とまあすいませんでしたら来なかったんだけど、うん、そうだな、すいませんは来なかったなっていう、まあ別にいいんだけどさ、謝るとは言わんけど、でまあとりあえずそのフレンド申請が来て、まあそれが事実上のごめんなさい、もうこっちから攻撃しませんよみたいな感じ。1111だからまあちょっともやもやっとしたところはあったけど、まあいいやと思って、でそこでもう二度とこういう対人戦系、人との競い合い系はやめようと、案件でねやめようと思ってそこで思って、でまあ困り始めるわけですよ。結局やることはさ変わってないんですよ、土地がねえのは決まってるから変わんないから、そこはねもう変わってないから、結局進展はなくて、でその自分のところに襲いかかってきた人が結局また別のところにどんどん別の標的を変えて、暴れまくってたんですよ。これなんだ、ボールだ？なんかでした。で、ちょっと見てて、で、その人ね、ゴールしたのよ。いやいや、あと5分ぐらいしかない。行くぞ。でその人ゴールしたから、もうその人のやつもらっちゃおうかなとか多分思ってたんだけど、ああでもそれはもう本当に最終手段はそうしようと思ってやってたんだけど、でもちょっとこれこのまま行くとマジで終わんねえから、俺も行くしかねえと思って、もう動い何一応そのね周りを見ながら13なのね、
動いてない人に一応ね何人か目つけてて、でもう 2日ぐらい動いてなかったから、もうこれ行けし、もう行くしかねえと思って行った。結局ね、結局俺も侵略したじゃないともうこれは間に合わないと思って、でようやく、でも30日の期限で1,2,3,4,5,6,7,8,9 期限が30日あって 15?16?17 日ぐらいで何度か終わったから、まあちょっと余裕は残して終わったんで、まあ、次はなんかちょっとそういう別の意味で間に合わないとかじゃなくてさ、別の意味でその慌てなくて済むようなものにしようって思ったポイ活でした。逆にさ、ポイ活に力入れすぎちゃうとさ疲れちゃうからさ、1×1×1,2,3,4,5 だからまあしばらくやめようと思ったけど、さっきインストールしちゃったんでね、一応それもまた調べて1×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 
さそうな、ちゃんと1日の作業時間何分とかって書いてあって、一応、ま、周りの人の状況によってこっちのあれがプレイが乱されるというか、あれがなくて済むようなものでのんびりやっていこうかなって。またそれも 30日じゃなかった気がする。22日とかだったり、なんか15日とかだったかもしんね。でチュートリアルが結構長すぎて今途中でやめちゃったんだけど、1212 12 12、なんかこれも時間かかりそうなやつだよね。1とか2とかばっかりだろうな。ここの22211を乗り切れるかな。1212、ここが12、待って、12×12×は無理だから、これがもう絶対2で、そしたらここも入ってくる。で、2。2345。よし、ちょっと動いたな。ほどほどにやります。なんか自分的にはなんかそういうタスクみたいなのやることが残ってる方が、やることがある方が個人的には多分好きだから、いろんなものをマルチタスクで抱えてる状態が多分結構好きで、焦るで、その終わった時の達成感がすごく好きみたいな厄介な性格。これは絶対減らないから1。ただこれが1、2、3、4、5、ここまでは入る。1、1、1、2、3。1時間あと4分で経っちゃうぞ。序盤のあれが効いているぞ。1、2、3、4、5、6、7で4残して、あ、すごいじゃん、1だ。あ、で1で、で1残せばいい。6、2、1 2、4、1 1、4 4 1、2、3、4。これはもうこうなるのか。7、6 1、2、3、4、5、6、7 1、2、3、4、5、6
でいいよね。あ、じゃあここもいいのか。計4が入らない。で、これが1、4、1、2、2、1、1、2、4、1、1×1、2、3、4。が見えてきたからやる気が出てきたよ。おっしゃ、結構時間かかった。 15×15 ばっかりだったけど1時間ぐらいかかっちゃったね。クレア、あ、ミネラルタウン終了です。同じ進行だね。チャキーン。ではお疲れ様です。ありがとうございました。あと2パートかな。2パートで終わんないかもね。お疲れ様です。